よしぴ、今回の FF16 を通して足りていなかったものが明確になった。次のゲームにも期待してほしい。では最後に DLC を含めた FF16 の全体の流れを振り返って改めてご感想をお聞かせください。吉田さん、高井と僕は最初期メンバーの3名のうちの2名ですが、長かったようで今にして思えばあっという間だったなと感じています。スクエニとしても第3開発事業本部としても、そして僕という一ゲーム開発者としても、今回の FF16 を通して足りていなかったものが明確になったなと思いました。その足りていなかったものをスタッフみんなで積み上げて試行錯誤して壊した部分もたくさんありました。壊した部分たくさんあったんだ。それをさせてもらえたのはすごく経験として大きかったなと。今回やりきったという経験を生かして今後の我々のゲーム開発においてより良いものをより短いスパンで作れるようになっていくでしょうし、プレイヤーの皆さんにできるだけ高サイクルで面白いゲームを味わっていただく機会を増やせるかなと思っています。実際に DLC の開発ではミシディアのフィールドが本編のあの苦労は何だったのかという勢いで出来上がっていきました。それはもちろん作ったメンバーの実力もあるのですが、試行錯誤を通り抜けた先の経験が生きているなと実感しました。 FF16 の PC 版を改めて全世界の皆さんにお届けしたいですし、それ自体が喜ばしいことなのですが、それを含めてまた次のゲームチャレンジするところにも期待していただければと。随分と長くチャレンジした分だけ結果として皆さんにお返しできたらいいなと思っています。ありがとうございました。ということで、こちらですね、つい先日ハミツ公式から、こちらの記事が公開となりまして、まあ DLC もですね、今月ようやく第2弾リヴァイアさん実装される予定となっているので、まあそれに際して今回 FF16 全体を振り返って、 DLC 含めて全体振り返ってどうだったのかっていったところをですね、開発責任者のヨシピーが、語っていると、まあ、そういった内容となっておりました。まあ次のゲームにも期待してほしいと、まあそのような発言が今回飛び出したわけですが、まあそれに対してみんなはどう思っているのか、どう感じているのかっていったところですね、ぜひコメント欄に率直な意見と感想よろしくお願いいたします。ただどうなんでしょうね、これを見ていると、今回の FF16 を通して足りていなかったものが明確になった、これは本当に期待して良いんだろうか、次回作って具体的に何を指しているのか、これっていうのが FF7 シリーズの最終作を指しているのか、一方で17を指しているのか、前から噂になっていた9リメイクにつなげていくのか、ないしは外伝を作るのか、全く分かりませんが、まあオリジンみたいな概念であれば俺はね全然カモンカモンなんだけどさ、まあとりあえずそういった全体像となっております。まあそんな状況ですよね。でこれで FF17 は神クリエイター吉田様が担当することになるな、ワールドワイド派遣ソフト爆弾っていうことで、まあ多分セブンティーンはねヨシピーの本部でやるんじゃないかな。まあヨシピーが指揮を取るのかどうかわからないけど、まあ今のところですね、スクイーンの方針としては若手に任せていくと、まあそういった方針となっておりますが、ヨシピーが担当としてやることはないんじゃないかな、責任者としてやることもなくて、まああくまでその本部長っていう位置づけで見守るっていう感じになるんじゃないかなと思ってるけどね。まあ直接口を挟むのかどうかわからないけど、まあ挟んできそうな感じもするけどね。まあどうなんでしょうか。足りていなかったものね。スクエニって他に人材いないの。次は FF9 リメイクでもやるか。吉田直樹氏、FF17 の開発を若い世代にチャレンジしてもらいたい旨を語る。同じおじさんがやっていくより若い世代にチャレンジしてほしい。まあこういった発言もつい先日飛び出しましたね。まあさっきも自分が言っていたと思いますが。FF16 2。いやーけど、これありえそうな感じがするよな。どうなんだろう。確かに中継ぎとしてやってきてもおかしくないよな。FF16、もう一つの物語。みたいなタイトルで。まあ DLC があるからさ、ないとは思うんだけど、確かになんかもう一つの物語。開幕だみたいな、そういったなんか、広告のワードで、
売り出してきそうな感じはするよね。なんかこれはすごい想像つくわ。FF にアクション求めてるのどれだけいるのよ。ボタン連打だったら普通にコマンドで工夫しろよと。二人の直樹が新しい FF を作る。PC 版が出るなんて誰も一言も言ってないよね。いいから PS5 買えっつうの。まあいろいろね、言いたいことがあるかもしれませんが、どうなんでしょうか。ただこれっていうのは内定なのかね、結局。なんか若手に任せるっていう発言があった記憶があるけど、結局なんかこれ、ヨシピーがセブンティーンもやるし、っていうかもうすでにある程度構想できてるでしょ。じゃないと開発間に合わないよね。ね。だって何年も何もかかるような作品なわけだからさ、もうすでに今からというか、もう16発売前から、ある程度構想を練っていて、もうある程度そのシナリオが出来上がってるみたいな感じではないかなと思ってるんだけど、どうなんだろう。で、ここから多分本格的に開発が始まっていくと思うんですが、もう多分もうそのなんだろう、スタッツっていうか、まあ、そっちの割り振りがもう決まってるんでしょうかね。はい。まあ、セブンティーンと、多分その16-2っていうのが仮にあるとすると、すでにもうある程度構想出来上がっていて、次はもう開発って段階なので、まあ、こちらほぼ内定の可能性もあるよね。なんかこの間と言ってた話と全然違うけど、確かに時期的にもそうだし、可能性高そうではあるよな。じゃないとああいう発言で飛び出さないもんね。いや、まさかのセブンティーン、ないしは16-2の監督、ディレクター、プロデューサーになるのか。まず FF16 を申請してみないか。キャラデザ吉田、音楽、音楽ザキモトで。次があるのか。 FF17 なんて絶対売れないから、とりあえず全てをリセットして新しいシリーズをやるしかないでしょう。仮に FF17 を出すのであれば、出来はともかく第3開発の石川さんに脚本を書かせれば、前評判としては高くなるだろう。いや、もう脚本ある程度出来上がってるでしょう、さすがに。だってもう16出たの去年でしょう。しかもそのセブンリバースと16でチームが全然違うわけだからさ、本部も違うしってところを考えたときに、もうすでにある程度出来上がってんじゃねえかな。まあ、そんななんか脚本ってま、時間かかるけど、そんな時間かけてたらさ、2年とか3年とか、まあ、ゲーム本編作るの何年後になんだよみたいな、10年とか信じられないぐらい時間かかっちゃうからね。まあ、さすがにないだろうと思っていて、まあ、多分2030年とか多分出ることになるんでしょうね、セブンティーンは。まあ、なしは31年とか30年とかそれぐらい。ってところを考えたときに、やっぱり脚本はある程度シナリオとかを含めて出来上がっていて、で、そこにまあ肉付けをしていく。で、あとその責任者をつけていくみたいな段階じゃないか。うん、まあわかんないけどね。まあそういったところでいろいろ言われておりますね。FF は第一人が作るあのノリをどう感じるか次第ってところがある。第一じゃない。あ、ごめん。第一が作るあのノリをどう感じるか次第ってところがある。第一じゃない、16や、あとは、そうですね、12は、FF じゃないと言われたりするし、確かに。まあ、第一が作った方がいいのか、第三が作った方がいいのかってところがね、結構色が分かれるのかな。っていうか、同じ社内でも全然違うんだね。第一と第三ってそう思うと。第三は関わらせるとダメだって16で証明されたろ。脚本についてはもう野島頼み、もうそろそろ終わりで良いと思うけど、 FF17 過去仮のメンツはリバースと同じでいいよ。いや、さすがに無理じゃない。レンチャン多分ないでしょう。どうなんだろうね。まあ16か、結構いろいろなことを言われておりますが、アクションのところとか世界観のところとか、本当にありとあらゆることが言われておりますけど、明確になったのはいいけど、結局次のゲームって何なんだろうっていったところですよね。まあ今回セブンリバースも、16もアクション全振りみたいなところになっておりますが、まあ次回作も結局ね、コマンドにするのか、ないしはアクション RPG 形式にするのかで結構評価変わりそうな感じがするし、けどやっぱり世間一般的な評価見てみると、なんだかんだでね、 FF ってやっぱりコマンド式とかそういったところに愛嬌湧いている方、懐かしく感じる方、モチベーション感じる方もいるので、まあ、非常に難しいところではありますよね。なんか一概にアクション RPG が良いっていうわけでもないしね。うん、まあ受けはそんなに悪くはなかったんじゃないかなと思うけど、はい。まあそういったところでございます。まあ今回はね、 FF16 を通して足りていなかったものが明確になった、
次のゲームにも期待してほしいと。じゃあヨシピーは何を担当することになるのか、どういう役割になるのか、ぜひコメント欄で皆さんの感想とか、あとイメージとか共有いただけると非常に嬉しいので、よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。じゃあの。